おはようございます。関本健太郎のセカンドライフです。今日はですねゴルフ場に来ました。東条の森カントリークラブ東条コースにやってまいりました。今から、スタートしていくんですけども、僕ねいつも1番から3番ホールにかけてだいたいやらかすんですということで、はい、プロコーチ長崎コーチに今日はお越しいただいて、1ホール目から3ホール目までのコースマネジメントとか、はい、考え方とか大叩きしない方法を教わりたいなと思うんですけど、はい、花ヶ崎です。よろしくお願いします。お願いします。まあね、コースマネージメント、まず右と左絶対打てる、はいはい、でここから始まるなんとなくなんとなくすごい大事で、はい、まあ、あと得意な球を使える球、はいはいはい、自分が自信ある球はやっぱ最初打ってほしいから、ね、うん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 、やったことないことは絶対やらないこと。なるほど。この3ホールは、はいはい、でこの3ホールは本当にもうスプーンでもいいしドライバーでもいいし、うんうん、自信のクラブで自信のある球を打ってほしい。だから身内でいくと僕どっちかというと結構飛ぶ方なんで、はいはい、あれいきなり1番がドライバー持たないのとかっていう雰囲気を感じるんですよそんなんはもう無視いやだってこれは真面目なバージョンでしょ、はい、ま、真面目なバージョン、真面目なバージョン、真面目にちゃんとこうコースマネージメントしていかないっていうバージョンだと思うんですけど、はい、そうそうそう、もうそれだったらダメ。それはちゃんとコースに向き合って、うん、そうです、ダメな方に打たない、はい、打たない。でもっと言うと、もう練習場からコースマネジメントが始まってて、うん、練習場で今日使える球と使えない球って、うん、把握してから一番ティーに立ってほしいんですよ。はあはあはあ、練習行ってないな今日。行ってない。僕も今日行ってないですけど昨日行ったんでなんとなく球筋はイメージできてるんですよ。そう、まずだからそのティーショット、はい、特に1ホール目は自信がある球を打っていってほしい、はい、でそっからこの2ホール3ホールって探っていく、今日はこの球出るなって、うん、このどこまで行こうかっていうのを決めていくっていうのはその3ホール大事にやってきますね、はい、安全に行くってことが大事ですね、はい、はい、では早速行ってみましょう、はい、よろしくお願いします。はい、花さん、はい、1番ホール来ましたけど365ヤードのパー4なんですけど、はい、まあ、あの左のね、うん、左のランアウトってこう超えちゃうところが240ぐらいになってるんで、はいはいはい、左はアウトなんですよ、うんうんうん、この場合は。で、セッキこれどう攻めるの？ドライバー持ってますけど、ね、ドライバー持ってるんで僕ちょっとトレートからややドローめに当たることが多くて最近、はい、試合出た時フェードだと。で昨日鉛の位置ちょっと変えてきたんで、はいはい、フェードになるようにしてきたんですよ、はい、だから多分フェード出るはずなんです、はい、でまずこれが大事で、はい、曖昧な気持ちでティーグラウンドを立たないでほしい。なるほど。絶対にフェードかドローかって決めてから入ってほしい、はい、じゃあドローにならないようにまっすぐかフェード感になるように OK です、はい、でフェードを打つんであれば、まあ、どっちかこのティーグラウンドの立ち方もあって、はい、基本的に左に立ったらドローを打つなんですよ、はいはいはい、ここのホールはミスしても右側に打った方がいいですね、はいはい、もう左行ったら多分突き抜けちゃうと思う、うんうん、多分ね本来はドライバーじゃなくていい、打っちゃダメよね、打っちゃダメだけど、まあ、朝一この気温で寒いんで、うん、スプーンとかで打って距離が残りすぎちゃうと思うんで、はいはい、まあ、とりあえず行ってみましょうか。はい、わかりました。お願いします。じゃあちょっとセンターカットイメージで、はい、風はほとんどないかな、ちょっと左から、うん、左からちょっとフォローあるかないか。 OK、 まあ OK ミスですね、はい、OK ミス、よし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 、OK、あれでミスですか。ミス、ナイスミス、ヒールヒット。花さんセカンドに来たんですけど、はい、ピンまで141なんですよ、はい、で僕9番アイアンがだいたい142ぐらい飛ぶんです、うん、はい、でピッチングが130ぐらいなんですよ、はい、どうしたらいいですか。この場合はやっぱラフなんで、うん、フライヤー計算するんですよ、うん、でもちょっと後ろの芝がないんだけど、うん、絶対あのピンポジで奥外しちゃダメなんですよ、マネージメント的に。で、うんうん、手前のあのバンカーは絶対確実に超える、うん、バンカーは多分バンカーエッジが120ぐらいなんで、うん、もうピッチングの130を選んでいくと。ピン位置も奥なんですよね、うん、奥なんで、ね、絶対奥だけはダメ。そう、奥は絶対ダメ。よし、であのピンだったらピン狙っちゃってもいいかなって感じ、はい、うん、でまあ捕まりやすいんでピン狙ってってちょっと捕まってワンピン左についてくれたらいいかなというイメージを持って打っていきたいですね。 OK、 うん、完璧じゃないですか。でもこれ結果的にこれフライヤーしてないんですよ、うん、ちょっと手前かなっていうところで、まあ、でも当て位置ぴったり、よしよし、はい、だからこういうラフの時は絶対飛ぶっていうことを皆さんね忘れないでください。今9番で言ってた、確実にオーバーしてるね。いや、完全に天井行っちゃってる、行ってるね行ってる、よしよし、はい、登って下りなんですけど、うん、これねよくこの季節があるんですけど、これ朝露あるんですよね。朝露濡れてる、確かに、うん、だから下りは見なくていいかな、うん、まあ、こういうのすごい大事で、うん、でも入れたいと思ってなんかめっちゃパンチ入ってオーバーするのも嫌やな。まあ、朝一は無理せずにタッチ合わせていくっていう気持ちでいいんじゃないかな。どう？ああ、でも思ったより下ってるけど、やっぱほら朝露の分だけ重たいかなって感じね。ほんまや、まあ、この辺は経験ですわ。
ケー、よし、朝一はこれで OK ですよ、本当に。やったはい、無事、1ホール目パーで、切り抜けまして、2ホール目ロングなんですけど、はい、まあ、飛ばしたいという気持ちもあるんですけど、どうやってマネジメントしたいですか。まずまだ2ホール目なんで、はい、やっぱりこうまだ自分の調子がどうなのかって分かってないんですよ、うん、だから同じ攻め方でいいです、うん、もう1ホール目と一緒で自分の自信がある球で攻めていく、はい、でこれ右は即アウトなんで、やっぱりちょっとさっきのフェード、うん、左からちょっとフェードでセンターに戻してきたらいいかなと、うん、まあ、右より左の方がまだ広い、うん、ちょっとカートのちょっと左までセーフなんで、はい、まあ、接近の実力だってそこまで曲がらないと思いますんで、はい、しっかり振っていきます、うん、あのまだ振らなくていい、振らなくていい、やっぱり 1,2 ホールは様子見、なるほど、7割ぐらいでいってほしいかなっていう感じ、ほう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 、で徐々にこうギアを上げていくっていう感じですね、はい、無理しちゃダメ、おたたきしないように、わかりました、はい、左のバンカーの右端ぐらいからちょっとフェードイメージでいきましょうか、うん、まだねここフェード打ちやすいと思うんで、構えも OK ですね、完璧、よし、いいんじゃないですか、まあ、大体1ホール目と同じぐらい、いいいいいい、うん、でまだほらやっぱ捕まってないじゃないですか、捕まってない、まだやっぱ体が回ってないっていうか、うん、まだアップが足りないっていうか、なるほど、うん、あれで振ってたら多分ビャーン右行ってると思うあれで OK ですね、よっしゃ、はい、じゃあ花さんセカンド来たんですが、これはね結構難しいです、これもうユーティリティとかじゃあちょっとね高さ出ないんで、出ないですね、でまあ本当は、まあ、あのバンカー今見えてるバンカーの入らない距離ぐらいが一番ベストなんですけど、はいはい、まあ、それだとちょっと安全すぎるかなと、うん、まあ、2ホールで少しは温まってるんで、うん、まあ、150ぐらいでバンカーの右ぐらい打ってったら、まあ、ちょうどいいところ花道手前ぐらいまで持ってくるかなっていう感じですね、はい、じゃあ9番で、はい、でまあ残りはもうエッジが200あそこにあるんで、もう190ぐらいしかないんで、うん、なるほど、まあ、150打てばあと40ヤードのアプローチになりますんでね、はい、はい、まあ、9番だったらそんな曲がんないでしょ、本当にね、うん、ちょっと上げてる、はい、左からアゲンストかな、うん、アンパイですね、バンカーだけやめてね、はい、よしよしよし、うん、OK 大丈夫、多分ヘアウェイだと思います、はい、いいとこ行った、いいとこですね、ここはでもちょっと難易度高かったね、ねえ、はい、アナさん、ロングのサードショット43ヤードになるんですけど、まあ、予定通りだったかなっていう、ね、予定通り、まあ、でも横を言ったら右を狙いたかったんですけど、うん、あの状況だと絶対ここしか狙えないで、まあ、右に打ってたらやっぱりダボとか来てしまってたと思うんですけど、うんうん、まあ、しゃあないですよね、でこれ左足下がりの43ヤードになるんですけど、うん、でエッジからピンまでの距離があっちのね、うん、バンカーエッジ超えたところが多分5ヤードぐらいしかないんですよ、うん、こういう時普段だったらどうやってどういうメンタルで打ってます、とにかくバンカーだけは避けたいん で、ね、奥でいい、奥5ヤードぐらいについてくれたらもう最高、はい、もうそれが一番大事で、やっぱ2ホール目ですまだ、うん、絶対今やっちゃいけないミスっていうのはバンカーに入れることなんで、気持ち的には奥でいいよって、うんうん、だから43ゲットで狙う感じ、うんうんうん、でただ左足下がりなんで飛んでしまうんで、うん、まあ、40ヤードぐらいのイメージで言ってほしいから、ね、はい、はい、このメンタルの持ちは、まあね、アマチュアの皆さん、ね、参考にしてもらいたいですよね、うん、これでねやっぱアマチュアのおっちゃんたちはピン寄せようと思っちゃうんでね、手前からハイピンで、まあ、ワンピン奥ぐらいについてくれたらいいかなって感じですね、よし、まあ、2ピンまで OK ですよ、これはまだ2ホール目なんで60度でいきます、はい、やめて、ちょっと引っかかった、あ、危ない、バンカーには入らなかったけど、入らなかったけど引っかかった、これ4打目なんですけどね、ちょっとあのラインが逆目になってます、だからもうインパクト緩まずに、うん、打っていきたいですね、はい、でグリーンも逆目です、これお、ピンまで10ぐらい、10ぐらい、ちょっと強めにインパクト緩まずに打っていってもいいかなって、少しオーバーでもいいよっていう感じですね、惜しい、まあしゃあないかな今のはねこれね、まあ、あんま早くないからね、まあ、左打ちぐらいでいきましょう、超大事、うまいよ、やったパー連続パー、これはでもねさ、ツアーに出てる経験があるからそうなんですよ、実はちょっとアメバツアーに出させていただいて、当然再開ですけどは
はい、花さん3番ホールに来ました、はい、ここまで連続パーパーと。いやもうあのパーパーとさっきも言ったけどツアー出た経験で、ね、そうだね、確かに、はい、男子のセッティングめっちゃ早かったんでね、うん、はい、もうあのこのホールはですねもう何でもないかなっていう感じなんで、唯一振れるんじゃないかなと思うんで、この辺からちょっとギアチェンジしていきたいなと思います、ね、しっかり振る。で、まあ、あの左側にウォーターハザードあるんですけど、はい、突き抜けたら、まあ、272なんで、ね、うん、風アゲンストなんで、うん、いかないかなと思うんで、はいはいはい、ここでちょっとしっかり振っていこうという気持ち。なるほど、後半に続くために、はいはい、分かりました。ここでバーディー。で持ち球一緒ね、持ち球は多分ちょっとフェード目イメージの方がいいよね。はい、はい、今もう心の中であのバーディー取ったらアンダーの世界に入るというのがちょっとちらついてるんやけどもういいのかな。うん、大丈夫でしょう。よし、まあ、本当ちょっと右サイドがいいかなって感じですよね、はい、まあ、十分でしょう。センターで、はい、向きも OK です。OK、まあ、OK ミスですね。 OK ミス、ちょっと降ってきたね。うん、あ、完璧ですよ、完璧。なるほど、はい、まあ、今日はだからこうスライススライスっていうか、うん、スライスの日かもしれないね。なんか思ったより15ヤード、はい、20ヤードぐらい右行くね。よしよしよし、はい、セカンド地点なんですけどラインもあんまり良くないんですけど、はい、ピンまでは103ヤードなんですよ。そうですね。で、まあ、左足下がり飛んでしまうって危険性があるラフがですからね、うん、でバンカーを越えるのに85ヤードです、うん、でバックエッジピンワンピン左のバックエッジが120ヤードなんですよ、うん、やっちゃいけないミスはここでバンカーに入れる、そういうことですね、はい、バンカーを越える距離だから確実に越えてちょっと左足で飛んでもいい、うん、85で越えるってことは95ぐらいのイメージでいっていいかな。うん、じゃあそこで60度やと僕85ヤードなんですよ、うん、56度やと105とか、はい、はい、でさっきもこれがね皆さん重要で、うん、バックエッジ120まで大丈夫なんですよ。ってことはこれ打ってもオーバーはない。56度でオーバーはない、そういうことです。なるほど。これね一番大事なのはバックエッジ何ヤードかって調べるの大事なんですよ。手前は調べるけどね。調べるけどね。バックエッジ皆さん調べないと思うんですよ。なるほど。でも気分楽でしょ。120まで打てるんですよ。なるほどなるほど。うん。だから奥行ってもまあ絶対それでオーバーない。で85以下やったらバンカー入るから。入るから。なるほど、ね。はい。もう自ずとクラブが決まりますでしょ。うん、56度。はい、でワン、まあ、このスライスもするから、まあ、ワンピンツーピンぐらい。左。はい、左。で左に行ったら奥オーバーはない。うん、はい。ちょっと抜けたか。やばい。やばい。バンカーだけやめて。おー危ない。オッケーオッケー。ちょっと深く入りすぎた。ちょっと深く入って抜けちゃいましたね。今ラフ浮いてたもん、ね。危ない危ない。はい。でもバンカー入らなかったですね。入らなかった。はい、危なかった。セーフ。はい、花さん、ツーオンならず花道、はい、残り15ヤードぐらいですけど。これ受けてますよね。受けてますね。はい。まあ、どうするか。だからエッジからピンまではまあ7ヤード8ヤードあるんですけど、はい、ここがね結構やだなって感じでね。そうですね。っていうところで。しっかりじゃあキャリーでグリーンまではまず1行っていうことですね。まあ、60度持ってるんで、はい、60でもいいし転がしがうまいんだったら転がしから手前から転がしてもいいかなってことで、まあ、奥に行かしてもいいと思うんですよ。手前の傾斜スライス傾斜が強いんで、はいはいはい、奥のはそんな強くないんですよね。うん、だから60でしっかり打ってもいいかなって感じしますね。 10ヤードキャリーぐらいのイメージで、うん、このクラブ、ね、スピン入るんで結構攻めれるんですよ。そうなんですよ、はい、冒険ウェッジ、これもプロの試合だったらこれ絶対上がんないと止まらないんで。ティーグラインド、はい、キャリー10、これがね止まっちゃうんですよ。完璧じゃないですか。よしナイスですね、はい、よしパー。もうでも今のアプローチは完璧でしょ。完璧です。ありがとうございます。はい、花さん、無事3ホール終わりまして、大叩きしないということを教えてもらいましたけど、パーパーパーと僕ね、あれを教科書通りのナイスパーでしたね。どうでしょう、教えてもらったのはやっぱりその朝一今日の調子がようわからへんところで、はい、無理して打たない、危ないところは徹底的に逃げるっていうことを教えてもらったら、はい、最高の結果になっちゃって。そうですよね。で多分持ち球がご自身で分かってると思うんですよ、うん、ちょっとフェードでしたね。フェードだったんで、あれがこう一辺取り済んでくれたんで大叩きしなかったから、うん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 、オープニングも言ったんですけど、はい、あの練習場で
今日どんな感じかなって、うん、どっちが出るのかな、うん、左が出るのかな、右が出るのかって、うんうん、第一にそこ皆さん把握してほしい。なるほどね、うん、で石器やっぱ1番ホールからフェード、フェードやった、で2段ホールもフェード、うん、3番ホールもフェード、これがずっとまとまってくれたから大叩きしなかったっていうのもありますね。なるほど、まあ、あとはそのコースマネジメント、さっき言ってたセカンドショットの考え方、うん、これも皆さんも本当にそうバックエッジも知っておく、そうそうそう、最高セカンドショット、はい、打つ時のメンタルがすごく気持ちが楽になると思うんで、はいはいはい、あの辺を参考にしていただければ、ね、皆さんもぜひ参考にしてもらって、はい、このまま僕はハーフアンダー目指して頑張ります。僕3オーバー喋りすぎて集中したい、はいはい、ではまたお会いしましょう。お会いしましょう。